2020年東京オリンピック・パラリンピックのマスコットデザインの公募が14日締め切られ、2000件を超える応募がありました。マスコットの公募は今月1日から特設サイト上で受け付けていましたが、14日正午に締め切られました。組織委員会が集計したところ、個人での応募が1774件、グループでの応募が268件、合わせて2042件のデザインの応募があったということです。今後、10月中旬には3から4つの案にした上で、12月11日から来年1月19日にかけて、全国の小学生による投票を行い、来年2月上旬にはデザインを決定します。